したかアプリ落ちたこんばんは暗闇だった最初めっちゃなくなってる <laughs> こんばんはやっほー いや大丈夫かどうかじゃなくて暗闇だとかどうかを聞きたかった暗闇でしたとごんべんさんスイカありがとう茶太郎さんお疲れニコ大吉さんお疲れありがとうあぐるぐるしてたよかったアプリ落ちたから一瞬スマホを。 持ったまま、あの電波悪いのかと思って、部屋を歩いちゃったので。もし映ってたら。やばいなと思って。やばいなと思って。泊まっているホテルばれたら、他のメンバーに迷惑かけ、迷惑かかっちゃうなと思って、質問しました。すいません。でも暗闇、ぐるぐるだったなら、よかったです。 そう大丈夫かどうかの確認ではなかった裕く君お断りかける10です草玉ありがとうスパマンテさんスイカジュースありがとうしんちゃんさん悪魔10個タワーありがとうございます昨日もありがとうございました復ョしときます帰ったら書きたいと思います陣内さんお疲れスパマンテさん S2 個山崎さんお疲れ10個ぼんやりさんお疲れみやてぃさんお疲れみやひーさんちんやながありがとう シンツサンバラありがとうこんばんはなんかスマホスタンドを買ったんですよこういうお泊まりの時に使えるようにそしたら自立しなくて全然だから手で結局持ってます意味なかったっクッションを挟めばいいかな クッションに置こう山崎さんかっこいいありがとうめっちゃお腹空いてるからめっちゃお腹グーグー言ってますあサイン会届きましたありがとうございましたサイン会誰と同部屋一人です昨日も一人ちょっとね みんななんか昨日パセが配信でピエンだったから今日の生放送すっごい心配してくださったけど私がめちゃめちゃ昨日不安がってたのは明日なんですよだからちょっと今日も短めで失礼いたしたいと思います失礼いたしたい失礼したいと思います <laughs> 日本語日本語もしっかりなんかみんなめっちゃ今日励ましてくれたんです生放送頑張って違うんですよ明日なんですよ <laughs> 私がパニックっていうのは今日のあれじゃなくてそう明日のリンコの急遽入るやつのやつであのいっぱいになって昨日爆発してた <laughs> そうで,すでも昨日も夜夜遅くまでやって今日もやろうと思ってるのでそれで大丈夫だと思います明日はあの。 全力でいけると思います。スケモンさんバラありがとう。音楽の日ありがとうございました。見てくださって。そう、なんかめっちゃメンバーに、サイやんとことかに、なんかめっちゃ来たよって。なんかパセリが、パセリについてのコメントめっちゃ来たって言われたから、もう申し訳なくて。申し訳ない。 ヒアリンハットさん、花束ありがとう。リラックスしてるように見えますか違うんですよ。充電器がここしかないから。充電器に。<laughs> 充電器のとこに来ただけで。亀さん、くす玉ありがとう。ミヤヒーさん、ペンライトありがとう。こんばんは。 も本当にね、もう愛子と南さん、愛子と南さん、本当に、本当にもう、愛子と南さんに助けられてる、この昨日今日本当にもうね、もう南さん、本当に素敵な先輩すぎて、なんかね、今日も明日もう他のメンバーはリハとかリハじゃない、レッスンとかがもう終わってるんですよ、明日のフェスの。 でも私はもうそのレッスンとか終わってあとに入るわけじゃないですかだから今日番組が終わった後10分ぐらいの時間で少し合わせをしてもらったんですね何曲かだけ「本当にすいません申し訳ないです」って言ったら「なんか後輩なんだからそんなこと思わなくていいんだよ」って「申し訳ない」とか思わないで。 迷惑かけていこうって言ってくれてなんかその言葉にすごい救われましたみなみさん黒さんスイカありがとう安弁さんお疲れ1個ありがとうそうみなみさんそうなんですこの前のお仕事の時もみなみさんがいろいろあの連絡くださったりしてこの前なんか私がドキドキでしたみたいなメールで送ったお仕事の時もみなみさん その時もね優しく接してくださってあと沖さんも沖さんもねあの昨日もけ結構っていうだいぶ気にかけてくださって <laughs> 私だから今日お礼におすすめのカヌレ屋さん教えておきました <laughs> あげるわけじゃなくお店教えておきましたずっと教えようと思ってたんですよでも沖さんのカヌレブームが終わってたら 困るなと思ってまだカヌレハマってますかっって言って,ハマってるって言ったからおすすめの広島のカヌレのお店を教えといた山崎さんとうとう6個ありがとうりんごさんくす玉ありがとういっちゃんチンアナゴとタツノオトシゴありがとう いや私本当にあげすぎてあげすぎてなんかすっごい貢ぐ人みたいになってるからもうカヌレはカヌレを買って渡したらもう本当に本当にもう何度目なのってぐらいもういろいろ渡しすぎて怖いぐらいだからちょっとカヌレはもうお店だけ教えましためっちゃお腹空すいてます グーグーグーですバラちゃんバラありがとう黒さんタコありがとうしんいちさんハートありがとう,そう今日はあかりんさんのポジションでしたあかりんさんポジで出たのであかりんさんを意識した髪の毛にしました くんハート100個ありがとうちょっとみんな時間が私分からんから15分ぐらい経ったら教えてください申し訳ないのですが明日までは明日は多分朝配信になると思います夜できないのでフェスのあとあさっては牧隊なので牧隊終わってからしますねちょっとバタバタの日が続くので申し訳ないんですけどもまたゆっくり 落ち着いたら話しましょう今日のりんこポジはほのたんさんでしたリネがアンナポジでみちゅさんが地方さんポジでさこがみちゅさんポジでももちゃんのとこがソらハさんでした あそうなんです。関ヶ原にも出るんですよ。なんか関ヶ原出るっていうの私結構前から知ってたんですけど、全然出演メンバーが出されてなくて、昨日出てたんですね。そう、めっちゃギリギリ。だから、あの皆さん、もう今週になるよね。今週なんですけど、ん今日は今週ですよね。もう今週なんですけど、結構前からあるって知ってたから、なんか予定とかはさ、私結構配信とかでも、何日に何があってっていう。 1か月のさフェスとかの予定を全部言ってたりするときに毎回22のことは絶対まだ公開できないっていうので2020 <laughs> 20が毎回公演で23がマーループでって <laughs> そこめっちゃ気をつけてたの <laughs> もうそこで言ったら情報漏洩になるから気をつけようと思って岐阜ですね そうで22が岐阜で23が大阪で24が広島でオンラインお話し会ですですそうだよねついていけないですよね何が何だかって感じだよねみんなでも一応私ツイッターの方にもメールにもねあの7月分のフェス情報をまとめてるんですよ8月はまだどんぐらいあるのか分かんないから8月に入ってからまた まとめようと思うんですけど七月分はツイッターとかメールにも送ってるのでぜひチェックしてみてくださいそうです明日は山梨です山中湖ですでも雨っぽい予報雨っぽいんですよほうほうほう そう最近ねいっぱいお仕事あって嬉しいんです楽しい毎日,いや昨,日昨日パンクしてたのはもうあの,あのあれなんですよ悔しくて悔しくてねなんか「大学だから」って言われて言われた「大学だから」なんかみたいなこと 仕方なないいよみたいな思われててのが悔しくて私は完璧にしてステージに立ちたいのにそう思われてるのが悔しくて負けず嫌いが発動して何が何でも完璧にしちゃえるって思いが強すぎて昨日はずっと楽屋でもうずっとノートに書いたりとか立ち位置まとめたりしてたんですけどでもなんかもう思い詰めすぎてて昨日特に。 インコの分までやらなきゃっていうのがもうありすぎててあんな感じの配信になってしまったんですけど一旦昨日の夜復習して寝て整理してしたらちょっとは落ち着きましたジロ君ファイトありがとうえ午後は晴れ予報なのそうなのあ,あよかった。 バラちゃん、ありがとう。大阪の日東さん、ありがとう。そう。悔しかったんです。りんごさん、タコありがとう。そう。なんか、そう。あの、ピーエム気持ちじゃなくて。悔しかったんです。 しんんちさゲームギフトありがとうそう今日なんか山中湖の検索したらめっちゃ水たまりできてる画像出てきたじゃあ日焼けに気をつけなきゃだねじんらいさんファイトありがとう 完璧だったんじゃない？明日です。明日あるんです。未来から来た方。<laughs> 明日のフェスです。今日のは急遽出演じゃなかったので、ま、急遽急遽とはなく、今日のやつはあの代役じゃない。代役だけど、アンダーだけど急遽のやつじゃないです。明日です。<laughs> 明日のやつです。<laughs> 黒さかわいいありがとう楽さんペンライトありがとうえ違うんですよ今日のねあの「奪おうとすれば」のところはちゃんと振り付けの振り付け師さんに確認を取ったんですよ私朝から昨日のリハの映像を見返してめっちゃホテルでも練習したんですけど「あれは強すぎますか?」って言って確認したらもうメールには書いたんですけど あの一瞬しか映らないんだから何もインパクトを残さずただ淡々とパフォーマンスしてる人よりもするよりもなんかそうやって一瞬でこう気をこうえ何今のってなる心にひ心になんかこう残る方がいいよっておさきちゃんのブランディング的にはあんまりそれは嫌かもしれないけどそっちの方がいいと思うよって言われて。 しししましたたそうでも反省したなんかめっちゃなんか <laughs> ツイッターとかですぐ終わった後見たらあんまりだったから怖いって言われて、まあ、確かにそうなんですけど。 しかもめっちゃ緊張して,てる緊張してる顔してたねって言われたんですけどあの冒頭のところは真顔でいないといけないんですよあれは真顔でいる笑っちゃいけないんですよだからあれ緊張してるだけじゃなくて普通に真顔の表情が硬いわけとかじゃなくてそういう曲なんです国境を表してるんですよあそこの周りが。 三人が争っているところを他人事のように傍観者で見てる国境。なんです。で、サビが終わった後に、こうみんなが和解していくんですよ。それぞれが尊重、お互いを尊重して。支え合っていこうみたいな感じで笑いかけて。そっから笑顔になるっていう。 なんですよ <laughs> 決まってんだよあれ見て配信見に来ました嬉しい <laughs> こんばんは多分誰ももらってないと思いますこれまでの他の番組とかでは なんかいいっぱい話したいことあるんですけどちょっと私は明日のやつがでもうもうちょっと話せるかもうちょっと話すかもうちょっと話したいと思います、うん、なんかさ毎日いっぱい配信してたから急に最近短くなっちゃってて話不足楽屋とかでもさもうずっと スマホの動画振り動画とか確認してるとかメイクしてるかとかだから人と話す機会がめっちゃ減ってて <laughs> 人とのコミュニケーションを忘れてしまいそうで怖いのでもうちょっと話すねそうだよ喋り足りませんよ 川さん、人出と初のお年頃ありがとうあと10分ぐらいしようした黒さんいいなありがとう」そうユキリンさんあのねユキリンさんのお誕生日をみんなでお祝いしたんですよ。あのしたらあの、終わった後に写真あのそれぞれが写真を撮る時間があったから。 マネージャーさんに「すいませんゆきりんさんと撮りたいんですけどいいですか?」って許可をもらってしたらお願いしてくださってマネージャーさんっでお話ししました <laughs> 嬉しかっためっちゃそうなんかねえんかめっちゃ嬉しかったんですよえななさんもそうななさんがね そう私がちょうどマネージャーさんに「ゆきりんさんとお話ししたいです」ってお話ししてる時にナナさんが来てくださって来て声かけてくださって「あのめっちゃ良かった」「表情鳥肌立った」って言ってくださったんですよ。あのなんか会うたびにに綺麗になって,って言ってめっちゃ褒めてくださって「写真撮ろう」って言ってくださってね写真をねナナさんのスマホで撮ってもらって私も。 私もお願いしますって撮ってもらいました嬉しいそうななさんお久しぶりに会いましたいつぶりだろうえ兼任解除のコンサートぶりかな始まる前もねあのスタジオに入っていく時にななさんがいらっしゃって「頑張ってね」って言ってメンバーみんなに言ってくださって。 終わった後も会えたんですけど、そう嬉しかったです。えそうなんですよ。でもそのナナさんが褒めてくださった後に私はツイッターとかを見ちゃったから、ナ <laughs> ナさんが褒めてくださったわーいって浮かれた状態でツイッターとかの反応を見たらめっちゃ怖いって言われてて、あああってなった、<laughs> あーああってなって。<laughs> メールであんなに長文を送ってしまいました <laughs> こんばんはそうだよ受かれたところから急にボーンって地面にたたきをつけられた感じよロングさん風呂敷ありがとう。 嬉しい。<laughs> みんな手のひら返しそうナナさんが褒めてるって言ったらナナさんが奈々さんが褒めてるならじゃあそれはいいことかと思ってみんな急に「パセリよかったよ」って言うんですか <laughs> ねえ流されやすいじゃん市民プールのプールぐらい流れるじゃんぐる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 流されて。 黒さんありがとうスタンプありがとう奪おうとすれば愛はやがて踏みにじられるびょんびょんびょんえでもよかったでもあの受け取り方は人それぞれだからね押し付けるのはよくないからあ いいんですそれであーもう本当にねもう愛子と美波さんに支えられて今生きてるから <laughs> あと大きさんあーあ,あとりねたんが今日朝から集合場所行ったら昨日の夜中にりねたんから「生きてる?」なんか「セリカ生きてるか?」みたいな LINE <laughs> 来たんですよ。 <laughs> 心配してくれて「正解生きてるか?」って来て朝集合場所行ったらヤクルト1000をねくれました <laughs> ヤクルト1000くれたなんかこれは常温でもなんか常温で置いといた方が菌が増えるらしいからみたいな言われて増えるから夜飲んでなみたいな持ち歩いても大丈夫やからみたいな言われてでも今飲んだら多分眠くなっちゃうから。 寝る前に飲むんよ飲むんよみたいなの言われてあ分かったありがとう <laughs> ヤクルト1 0くれた <laughs> 明日飲もうかな明日のフェス終わった後にゆっくり寝るために僕隊に向けて僕隊千秋楽なんですよ僕隊 <laughs> 千秋楽なんだ 線えででもも私普通にねいつも買えるんですよメンバーがみんな「広島全然ヤクレタ線ないんですよ」とか配信とかで言ってるって噂がね聞くけど普通に売ってるんですよコンビニとかでスーパーでも置いてるんだよね <laughs> 普通に売ってるからメンバーあれと思って違うとこに住んでる違う地域に住んでるか あるんよ普通に近所のコンビニとかで違う世界線を生きているのかもしれませんあタイミングかそうかも体勢がきつくなってきたほいー こんばんばはそうそう終わりの時間かえ話し足りないのに話し足りないっていうのにこんなにもまだ話したいっていうのにそうですね月曜日の僕たち2コエントも出ます2コエントも出ないメンバーはもう2人ですね2人だけになりましたあんなにいいっぱいアンダー 私初日アンダーだったんですけどアンダーメンバーはレッスン場に行ったら今日はアンダーメンバーは帰ってくださいって言われた日があってでそのアンダーのメンバー何人だった ?8 人何人だっけ ?8 人か8人でなんかすごい悔しい思いをして帰ったことがあったんですよ初期の頃でもその8人のメンバーも2人になりました <laughs> 2人になりましたね 昼夜公演があるっていうのも多分それ全員が出れるようにっていうので多分「ヒリオール」あるんですけど今回そうでも先輩方はさ1期生さんが11人でドラフト3期生さんが3人だから14人14人なのよだから僕恋の千秋楽も2期が出てたんですけど2期生は18人今います だから16人公演は2人でなくなっちゃうのでともちちゃんハート100個ありがとう,う減りましたね タムともね、めっっちゃ連絡撮ってるんですよタムタムとずっと会う約束してるんだけどなかなか予定が合わず多分タムも忙しいからさ早く会いたいななんかねあのなんか昨日もめっちゃもう昨日いっぱいいっぱいその悔しさでそ完璧にしたい明日のフェス 完璧ににしたいいのにっていう悔しさともどかしさでこうなんか自分がこう自分の中でもやもやがずっとあってでリハが昨日今日のリハが昨日あったんですけどリハ終わってスマホを見た瞬間にタムから普通にな何気ない日常の日常のあの。 普通に私が送ったことに対しての返事だけだけがあったんですけど「頑張って」とか励ましの言葉とかじゃなかったんだけどなんかそれを見た時にすごいなんかなんか心がじわっと温かくなって「あ,あタムってなったから「タムって話全然話全無視で「たムってだけを送 さんハート100個ありがとうそうえ別に私が落ち込んでるとか何もあのしょぼんってなってるとか何も知らず普通に日常会話が来ただけ <laughs> それを勝手に私がそれを見てなんか勝手に言ってるだけなんですけど「九郎 <laughs> ーーさんファイターありがとう」「しんいちさんハートギフトありがとう」 バラちゃんいいなありがとう早く大阪に会いに行きたいなデザイズハートさん一切ありがとうじゃあそろそろ終わろうかなちょっとこの後も,も明日 <laughs> 明日も,もう悔しいから絶対に完璧にするもう急遽だからとか大学だからとか思われたくないから。 思われたくないし STU のファンじゃない方他のグループのファンの方とかそんなこと知らないじゃないですか STU のメンバーとして STU のステージとして見るわけだからもう絶対に最高のものにしたいので本当にもう悔しすぎて楽しんできます明日は全力で <laughs> そうも<思>うなんていうか そうですよいさんかっこいいありがとうでももし本番前ドキドキだったらドキドキだったらまたみんなあの明日お昼からなんですよお昼から PR 舞台があって夜頃夕方頃に STU の16人の方なので PR 舞台もうねちゃんとしとかないと。 16人の方でいっぱいいっぱいなったら PR 舞台でねわーってなったら大変だから <laughs> みんなテレパシー送ってください頑張れテレパシー待ってます待ってるねテレパシー え、でも、今なんかなんかねーあ、そう昨日は昨日はリハの時にゆみりんさんがこう、声かけてくださって「あの大変だと思うけど」 頑張ろうねっっっててて言くださってなんかそういう優しい言葉をかけてくださる先輩がいっぱいいるからなんかもうそれで涙腺が涙腺がもうゆるゆるだったっていうのもあります昨日の配信は <laughs> 直後だったから帰ってきた直後だったからもうその悔しさをバネに頑張らなきゃっていうのと凛子の分も頑張らなきゃっていうのとそういう優しさとかに触れたので涙腺が <laughs> ゆるゆるで。<laughs> だったけど、優しいな優しいなんです。日本語優しいんです。そう優しい。ああ。え本当にもう。え本当になってさ、だって十六人でパフォーマンスする機会あんまりないから私は。そうでも先輩方はさ、大きいコンサートとかでも毎回。 この前の前5周年とかでも16人のやつやってるからそこに入っても大丈夫なぐらい完璧にしておきたいしておきたいじゃなくてしないしないといけないじゃなくてする <laughs> するしたいいやするなんか日本語難しい <laughs> そう,もう先輩はさ何十回何百回としたことがある。 なのでね明日は頑張りたいと思います楽しんできますうん。なんかまた成長できるポイントだと思うのでここがいろんな経験をさせてもらっているのもね PR 舞台に入ったっていうのが一番大きなきっかけというかね PR 舞台で明日出るから 明日いいるメンバーで16人出ないのは私だけなんですよだからそう入るのはもうパセリしかパセリなんの,よ <laughs> パセなのもう唯一いるメンバーパセだからパセがするしかないのよだからもうそう次からもこれを次につなげたい次もし誰かがお仕事で出れないとかで急遽代役を頼むって時にどうするってなったら。 多分今ソラハさんんととかミホリンとかなんですよねだからパセリの名前もそこに上がるように次につなげたいっていう思いが強すぎて昨日絡絡まままっっっっちゃったんですて <laughs> てしまって <laughs> もう溜め込みすぎてしまって思い詰めすぎてたんですけどでも何よりも自分が楽しむっていうのを忘れずにファンの皆さんに楽しんでもらうっていうのも忘れずに。 いきたいと思います。サ <laughs> イズハートさん、大分ありがとう。マ小ヤさん、海外ありがとう。うん。<laughs> 頑張ります。<laughs> とりあ僕隊僕隊僕隊の次の日あ次じゃない僕隊の僕隊で水曜日がマイカーなんですけどマイカーの方があの元のポジションの方なのでそちらもよろしくお願いいたしますマイカーまた前回のとは違うところで出ますので <laughs> そっちらもよろしくお願いいたします マイカー公園はクアトロであるので多分まだチケット受付中なのでねぜひぜひ広島行けそうだよって方は、うん、ちゃんと衣装を間違えないようにするから <laughs> あのマイカーでこの前新しいポジションの時に 煽りの曲が一番最後だったからそこで間違って煽らないように気をつけるねかぶっちゃうからみほりんとあおりが喋 <laughs> らないように気をつけようこの前もねいつも「シェカラシカ」っていう曲で1曲目であおりなんですよでもこの前は違うポジションだったからココアさんがあおりだったんですねでも言いそうになってたのよあ違う違うと思って私の煽りの場所じゃないと思ってだから気をつけます ひ <laughs> であすみさんばらりがとう人のあおりを取らないようにしなきゃ <laughs> <laughs> パシェカラシカパシェカラシカパシェシェシカシカ じゃあみんな今日はもうちょっと話したいところなんですが <laughs> そんなこんなわけで明日はあのー何が何でも全力で楽しむという気持ちなのでそろそろ明日に向けての復習タイムに入ろうと思います <laughs> ありがとうございました ではメールを送りますねこのあと長文長文かもしれん長文では明日は行ってまいります楽しんでまいります明後日は僕対で会いましょう明日朝配信する 明日朝起きれるように乗っといて朝配信して夜はないです帰る時間がもう配信できないぐらいの遅さだったから明日は夜配信できないので朝ですでも朝そんな早く起きれないから5時とかではない8時とか7時とかだと思います なんか朝配信するって言ったらみんな5時って言うけど5時なわけないやんそんなそんなの起きれいよ <laughs> 寝起きでしますちょっとまた今日の夜の寝る時間次第にもなるので寝る時に予約入れますね寝落ちしたらあれだけど <laughs> 皆さん昨日は心配おかけしました 励ましてくれてありがとう今日はでも明日なのよ明日なんだよ,んだよ5じゃない五じゃ大丈夫よ大丈夫うんこのこのねいろいろ経験させてもらっているお仕事をね 次ににかせるようにもうもすごいもう毎日がね幸せでで充実してるんですよやっぱり PR 舞台に入ったおかげなのでこれも本当に皆さんありがとうございますちょっと充電器をね充電器がここギリギリのところで今座ってるからこんな舐めた座り方してるんですけどお礼する体制じゃないけど体勢じゃないように配信上で見えるけどあの画面外では頑張って腕でスマホを支えて。 あの結,構あの結構頑張ってるんです <laughs> 頑張ってるんですよだからちょっと許してください <laughs> うん自然機がねちょっとここまでしか届かないのでフな <laughs> めるのはトローチとか雨ぐらいにしとこうねじゃあ終わるか 確かに寝るのも準備確かにじゃちゃんと睡眠取るねわテレビかいかったですわ見てくれたんですかありがとうございますやったーもう今日はあかりんさんの髪型であかりんさんのアンダーでしたあかりんさんは今日は四国公園でした広島で四国公園 <laughs> 広島で会ってるけど四国公園

りんごさん7位みやひーさん6位くろさん5位ゆうたくん4位まるともちゃん3位やすべさん2位山崎さん1位しんちゃんさんありがとうございます。タワーのお礼また広島に帰ったら書くので月曜日月曜日か月曜日か僕対千秋楽終わった後ですね。 でも帰る時間どれくらいかなもしバタバタな感じだったらゆっくり火曜日にも火曜日が多分 STU の日ショールームのなのでゆっくり火曜日は話せたらいいなと思っておりますので皆さんそれまで元気に過ごしてください元気に過ごしてね風邪ひかないでねこれフラグじゃない <laughs> フラグやない私が風邪ひくやつのフラグやんこ <laughs> じゃあ皆様おやすみなさいバイバイ <laughs>